長井 M1895 は1890年代初期にナガン兄弟によってベルギーで開発された回転式拳銃である。ナガン兄弟は兄であるエミール・ナガンと弟であるレオン・ナガンの二人を指す。ナガンのリボルバーはスウェーデンやポーランドなど多くの国で使用されたが、最も熱心な顧客はソビエト連邦であった。M1895 という名前は、ロシア政府が採用した年が1895年であったことに由来している。本銃はダブルアクションタイプのリボルバーであった。装填、配鞘はシリンダー右後方にあるローディングゲートを開き、一発ずつ行う。配鞘に際しては、重心のもとに設けられたロッドを右に振り出し、後ろへ押し込むと空薬莢、または不発射弾薬をシリンダーから押し出すことができる。口径は 7.62mm で、弾丸は専用の 7.62X38mm ナガン弾を使用し、総弾数は当時としては珍しい7発であった。ナガン弾はカートリッジの先端が弾頭先端のやや先まで伸びていて、カートリッジを側面から見ると弾頭は内部に隠されている。またカートリッジの先端はやや絞られている。本銃の特徴として、回転弾倉の前面にガスシーラーとして機能する加工が施されていることが挙げられる。引き金を引くと回転弾倉が回り、カートリッジごと前進してバレルと弾倉の隙間を塞ぎ、加えてカートリッジの先端がバレル後端に挿入される。撃発と同時に発射ガスによる圧力を受けて、カートリッジの先端縁が広がり、バレルの内側に密着してガスの漏れを防ぐ。このため、リボルバーの最大の弱点である燃焼ガス漏れがほぼ完全に解消でき、弱装弾であっても十分に使用することができる。また、この特異な機構により、リボルバーとしては珍しく、サプレッサーが使用可能である。サプレッサーは、ブラミッドデバイスと呼ばれ、後の赤軍やソ連軍将校、特殊部隊が使用したという。ハンマー露出式だが、ダブルアクションのみで使用でき、シングルアクションとダブルアクションを併用できるのは初期型に限られる。一般的なリボルバーに比べて回転弾倉を前進させる機能が追加されているため、ダブルアクションの操作力はより重いものになっている。長く伸びたファイアリングピンを折りたたむことで安全に携行できる。しかしながら本銃はシリンダーをスイングオープンできないタイプの旧式リボルバーであり、S&W やコルトのリボルバーがスイングオープンを採用した1900年代初頭にはすでに時代遅れの銃となった。さらに専用の弾丸が必要である上、構造が複雑であり汎用性に欠けていた。それでも社会主義体制下のソ連では1930年まで標準的な軍用拳銃であり、口径のトカレフ TT-33 とともに1950年頃までは生産が続けられたと言われているが標準であったのにもかかわらずである。その後もスポーツタイプとして 7.62mm 弾と 22LR 弾を使用するタイプが作られたとされるが詳細は不明である。ありがとうございます。